今日はマタタビの実を発見したので取ってみたいと思います。ここは、我々が管理するカクラという田んぼがある場所です。こちらがマタタビの木になっています。花は咲いてないですが、特徴としてはこの葉っぱが白くなるようですね。このように遠くから見ても分かりやすいです。マタタビの実なんですけど、この木をめくるとここにびっしりとこのような感じで、マタタビはなんか2種類形があるんですけど、本来はこう楕円の実が正常な形らしいんですけど、アブラムシかな、虫が産卵するとこのような池になって、虫こぶとか言われてますね。で、なんかマタタビは生薬にも使われるらしいんですけど、その正常な実よりもこの虫こぶ型の方が薬としてはいいらしいです。これはさっき調べたので調べた情報です。で、うちに猫がいるのでちょっとお土産で持って帰りたいと思います。どのようなリアクションをするのかは乞うご期待です。すごいいっぱいなってるな。よいしょ、まあそんなにいらないのでこんぐらいにしときたいと思います。これどういうふうに使いますか？どういうふうに使って、マタタビ酒とか焼酎の中に、はい、適量だんだんがカルピスなんてやる、ありがとうございます。酒につけるだけで、うん、つけるだけでやん、うん、なんかこんな、これ焼酎、焼酎とかの焼酎の中、そうだね、このぐらいだけや、結構いい匂いしますね。3号ぐらいか、いい匂い、そう、いい匂いでもないかなんか独特な香りが、また試しよう。今一番いい時だろうみたいですね。漬物とかはしないんですよ。あんまり聞いたことないな。初めて来た年に誰かから食わされた気がするんですよね。あんまり美味しかった印象はないんですけど。いや、なんだ。また旅を猫にあげたいと思います。ほら、お土産だぞ。ほら、ぽい。反応やいかに。どうだどうだどうだ、おーし、もう早速あ、どっか行っちゃった。一匹は加えて逃走しましたね。反応薄いな。ほら、向こう。これはなんだ、おもちゃにしてるだけなのかな
おいしい。な、まだいっぱいあるな。まあ、いっぱいあるよ、ほら。飽きた。なんか面白い映像撮れないな。ちょっとこっちは激しくなってきましたね。うわ、ちょっと飽きちゃった。ちょっとすでに遊びすぎてあれだね。回収しよう。